新聞の英語だ。ちゃんと言ってくんないと。もうやけくそだよもう。あ、そうですか。はい、はい、こちらマルコ満喫新日本の揚げポッドキャストの時間がやってまいりました、はい、広瀬和夫プロデュースですね。そうです、はい、広瀬和夫プロデュース、はい、え、我々のプロデューサーはこちら広瀬和夫です、はい、そうだ、おい俺の紹介はどこ行っちゃったんだ。はい、はい、こちらこちら、はい、そして霊霊車マルコ、そして待ってました、三遊亭満喫です。お、言った、もうしょうがない、だって言わないと、これだって、はい、他に罪人が2人だからね、本当に、ね、罪人と一緒にされちゃいますから。立川こちらは、ね、どこ行ってんですかね、うん、飛行機に乗ってる。いや、そう、やっぱそのあの東北方面をこうずっとツアーするっていう話は聞いてたじゃないですか、はいはいはい、あの新作落語を作りながら、はい、多分今もずっと配信しながらやってるんじゃないかと思うんですけど。そうみたいですね。それなんか買えるらしいから買わなきゃな。あ、アーカイブみたいになるんですかそれは。よくわかんないですけど、なんかね、ツイキャスで買えると幅さんが言ってました。あ、そうですか。じゃあ夏のカモさんが作った話、はい、ね、あの現場現場でね、土地土地でって、すごく楽しそうな企画ですけど。で、ただコシラさんの場合は、うん、それだけじゃないんですね。あ、そうですか。合間に、うん、あのなんか対馬とかそっちの方に。あ、そうかそうか、あのライフワークの対馬もありますしね。合間合間に、そうかそうか、沖縄とかね。そう、沖縄とか、だから色々あっちこっち行ってるから、はい、だから本当なんかこの間も独演会言ってましたけどね、はい、なんかのもうなんか忘れたけど、はい、あの偉い人から、偉そうな人から、はい、あのミーティングしようと、はい、でズームミーティングだから、じゃこれこれの時間にって言われて、はい、自分は本当に忙しいんで、小白さんね、はい、あのズームで何時からというのもできないと、うん、つまり今、うん、そのカシメがやるはずだったことを自分がやってるから、まあ、なるほどね。だから、うん、何かに備えて配信をしたりするのも自分が立ち会わないといけない、うん、あるいは備えていなきゃいけない、はい、そういう時間帯に完全に開けることはできないんだ、うん、あ、なるほどね、うん、でそんなに忙しいわけがないって相手に言われて、忙しいんだってまあ本当ね、コシラさん忙しいんですよね。なるほどね。だから僕もこの間コシラの集い、コシラの集いの時は東京にいる、うん、それは分かってるんですけど、はい、でもうあの ここから先何週間もずっと東京にいないんでって言われたから、はい、まあ、帰りがけに、じゃあ僕ら3人で撮っときますねって言ったんですよ。あ、なるほど、あ、それはちゃんと ね、あの広瀬さんコミュニケーション取ってくださってるからね。そうなんですよ。俺たちとてもコシラさんとコミュニケーション取れないから僕も ね、コミュニケーション取れてるとまでは思わないですけど、伝達したりで。なるほど。だから3人取っときますねと言ったんですけど、はいはい、嘘になっちゃいましたね。ねえ、本当だよ、2人で取っときますって言っとかなきゃいけなかったんだよ。ここで、はい、あの先週お聞きになった方は、はい、ご存知だと思いますが、はい、馬粉師匠が今日、はい、馬粉師匠来なかった。そうですね。で、はい、なぜ来ないのかということをね、はい、一応電話つながりましたからね。そうです。このつまりさっきの収録と、はい、今の収録の間に、さっきの、はい、本当にそうです。そう、つうかさっきの収録を世の中に出していいのかという話もありますけどまあでもほら満喫師匠の着物の話はやっぱり出したいのでね、はい、ぜひ出してもらうということで世の中の役に少しでも立ちたいと思いまして、はい、でね、うん、だその収録が終わった後、だその前は電話したら留守電だったと、はい、そうそう、だ2人とも電話したら留守電だったんですよね、はいはい、ところが、うん、収録一旦終えて、はい、電話しました、はい、繋がりました、はい、でなんか「はい」となんかとぼけた声で「はい」みたいな、はい、一本撮りましたけど今どちらですかって言ったら「え、25日じゃなかったっていう皆さんね、この今の収録日を一応、はい、もう言っちゃっていいのかな。いいです、もうね、もう16日ですよ。16日です、今日は16日です。でその16日に収録しましょうということを話し合ったのが、はい、あの3日前です。そうですね、話し合ったというのはメールでやり取りしたのが3日前、はい、つまり11月13日の、はい、そうです。しかもね9時ぐらいなんですよ、夜の本当にね。で考えてください皆さん、いいですか、11月13日の9時から、はい、あの今、現在11月16日の朝10時ですね、はい、10時までの間にどれだけの時間が過ぎますか皆さん
11月13日から16日までの間、2日ちょっとですよ、要するに2日半ぐらい、本当に2日半ぐらいの間に9日間予定日が離れ、もう離れちゃってるわけ、頭の中で。だからね、丸川さん16日が25日になっちゃってるわけですよ。だからまさかね、はい、満吉さんと僕と2人と間違えてることはないだろうと思って、うん、ちょっと不安になりましたけど ねそこでも念のため、はい、メールをチェックしたら、はい、11月13日に、はい、霊霊者マルコさんから、はい、広瀬様、はい、では16日よろしくお願い申し上げます、そう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 、霊霊者マルコというメールが、そう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 、まあ一斉にね、はい、みんなに CC で、みんなに、そうそう、4人に分かるようにと、はい、それでね、もう一つこれはね、はい、あの不名誉なんで本当は言わない方がいいんですけど実際あの僕はねそれに対して返信してないんですよ。つまり16日で分かりました、了解しましたって送ってないわけですよ。つまり俺が来ないんだったら分かるんですよ。では16日よろしくお願い申し上げます、はい、だからね、これ僕が16日か18日かどちらがいいですかって聞いて、そうそう、候補日が2つあってね、そう、これで、18日はあの、うん、まあここの時間までしか取れないと、はい、でいずれにしても小白師匠はリアルな参加無理ということなので、はい、小白師匠 NG ですが、うん、16日に3本取りましょう、うん、そういうことですね。で、うん、それに対して、はい、では16日よろしくお願い申し上げます、霊霊者マルコっていう返信が来てるわけです、そう、つまり総括してるわけですからね、はい、なのに、うん、あれ25日じゃなかったでしたっけってそう、しかも2人から電話かかってきてるのに、なんで折り返してこねえんだよ。そうで、だから留守電も聞いてないわけですよ。ああ、そういうことか。そういうことなんですよ。はあ。留守電聞いたら日本入ってんのに。はあ、悪いやつだ、ね。悪いですよ、これ。そういうわけで、ね、ま、あの今これから、はい、あの被告人出頭ってことになってますから、ええ、この後の、ね、この、この後のね、今の収録の、この後の収録でね、はい、ちょっと徹底的に皆さんの憤りを、はい、あの代弁してぶつけていこうと思いますね。皆さんの憤りって2人だよ、俺たちの憤りだよ。だってもう本当にそうよね。だってそれは広瀬さんだってね、あの暇なわけじゃないですよ。今忙しいんですよ。そうだよ、バンをね、うん、今週中に全部入稿しなきゃいけない、うん、それはね、編集の仕事の忙しさよくわかりますよ。しかもあの編集長なのに他の編集分野よりも担当が多いというね、うん、それは大変だよ。なんでなんだとなんでなんだとたまたま今月号がそうというわけじゃなくて毎回結構そうなんですか。たまたま今月はそうという部分もあります。あ、部分もあるんだね、だ僕がね、うん、こうなんかあのあれですよ、はい、関東特集もやってるし、あ、まあそれはね、責任のある場所を任されてるわけだね。それであとだから自分でレポートするのも何本かあり、インタビューしたのもあり、あと外部の方にやっていただいた記事を、はい、これを僕がやってたりもするんですよね。あ、なるほどね。なんで俺なんだといや、それもね、もうね、もうね、あのマルコのせいだと思いますよ。いや、なんか本当にマルコさん、全部ぶつけた方がいいですよ、もうね、もうね、うん、本当にね、やっぱね、だからその編集の忙しい合間を縫ってね、その朝の忙しい時間帯を割いて、そう、会議室を提供し、はい、そのそうですしかもね、もうあのもう僕はそんなことないですけど、小白井さんだって忙しい中、一応時間を調整しようとし、で一番落としどころを決めてですね、一応決めて、 それでやってるにもかかわらず、その一番予定を合わせて、その人のために合わせた人が来ないというね、その、ね、だってね、16日ってね、はい、だから今月って23日が祝日なんですよね、はい、その祝日の日に NHK の落語新人落語大賞の放映があります、うん、あ、審査員として広瀬さんがご出演になってる、はいはい、新人落語大賞ですね、 NHK の。そうですね、はい、うん、それの放映がある日が祝日なんですけど、はい、このね、23日が祝日で、はい、っていうのがね、バーンの日程にとってはとっても大きいんですよ。ああ、そうですか。その1日が祝日であるがために、はい、22日が月曜日で、はい、その22日の月曜日に、はい、あの校了、ね、あ、分かるわ、全部終わらせなきゃいけない、本作っておかなきゃいけない、だからその分のしわ寄せが今週に来ていて、はい、でしかもあのコロナでね、はい、印刷所もね、はい、あのとても大変なんですよ、あの人手不足だったりなるほど、だから以前に比べて、はい、入校日が早く前倒しになってるんですよ。人が少ないからもう、うん、で、うん、今日はまあ16日ですよ、はい、火曜日ね、はい、もう一番その忙しい時にね、はい、だから
もうこの時間帯に言っちゃいますけど、はい、10時から撮ると、はい、ね、いうために、はい、僕はもう今朝、はい、6時に家を出てかわいそうに6時に家を出てもうまだドトールも開いてない時間帯に会社へ来て、はい、でもうそろそろドトール開いたなと思ってコーヒー買いに行ったりしてね、はいはい、目を覚ますためにね、はい、仕事をしてから、はいはい、ね、仕事をして10時にさ、はい、満喫さんが来たから、はい、取り始めよう、はい、あれ豚はどこだって、おーいもうね、あの怒りがもう出てしまってる、もうねにじみ出ちゃってるもんね。でね、うん、本当にね、これあなるほど、そういうこともあるのかって思ったんですけど、はい、あの小白さんがね、はい、一応すっぽかしたじゃないですか。ありました ね、 ね、うん、でそういうことがないように、うん、あのハバスクというのを始めたんですね。それは話題になってましたからね。そうそうそう、もうすでにね、コシラ、コシラが忘れないように前の日にハバさんが連絡すると、うん、はい、これね、はい、マルコにもやんなきゃいけないんだっていうあのね、だけど広瀬さんね、はい、一回その遅刻のね会の時にね、はいはい、その前回も話したそのロイコール先生のね助けてもらったっていう回もありました。ギリギリ間に合ったってことも言ってましたけど、もう一個あったのが、あの後楽園のその若手大喜利に遅れた時に、あの朝もう起きてももうこれ人生終わったと思ったっつってない、あの人、人生電車の中でね。だからジャンピング土下座したっつってた。本当だ、見てたでしょ。なジャンピング土下座する人の対応でした、電話。全然あれ25日はなかったですかということはですよ、なめられとるわけですよ。本当ですよね。いや、すいません、今からすぐ行きますって言ってなかった。マジですかってならなかったでしょ。ならない、全然。あれつうか、いまだにこっちに電話かかってきてないんだ、俺の方には。本当ね、はい、どうしましょうって言ってなんかあれあれっていう感じで、はい、今からすぐ行きますとかじゃないんですよ、はい、タクシーとかしていきますとか。なるほどね、ないんですよ。どうしましょうか、どうしましょうか、やめときましょうかみたいな本当ね。あので満吉さんが25日は NG だと言ったら、はい、言ったら、あそうですかみたいな感じでじゃあこの後僕ら2人で撮っときますから来てください、わかりましたみたいな。なんだそれや、本当に腹立つな。本当こんな感じ、分かりました、じゃあ、はあ、伺います、まあ、1時間ぐらいかかりますけどねみたいな。本当によう言えんな。ちょっとどうしますかあれ、ちょっと罰を与えないとダメでしょこれ。かなり先に真打ちになった満吉さんとしては、はい、かなり上から相当下ですよ彼は。マルコ兄さんとか言ってるけど、もうそれはもういいんですよ、立川流じゃないんだから。全然立川流だったら入門順でね、あまあ交番がね、どっちが真打ちになっても入れ替わることになってますからね。真打ちになった時に交番順があの入門順になるようになってますからね、立川流。そう、立川流はね、だから立川流は入門順に戻っちゃうんですよね、はい、だからキウイさんの方が随分あの談笑さんより上なんですよね今ね。ああそう、あまあ入門順になるとそういうふうになるってことですよね。そうなんですよ、入門順に戻るから、はい、ね、なるほどね。だから本来はあのそうじゃない、まあ、落語だってあれ円楽一門はあんまり抜擢とかないんですか、はい、抜擢はね順番が変わったことはありましたけど、抜擢という認識ではないですね。満吉さんはでもかなり、ま、抜擢っぽかったんじゃないですか。ちょっと早いですけど、ね、だけど抜擢とかっていうニュアンスとは違いますね。だから順番は順番だったんで、だから円楽一門で、うん、あの入門順に戻すとかそういうことはない。あ、今戻ってるはずですね。あの、大楽兄さん、私の1個先輩の大楽兄さん、2年離れてますけど、はいはい、大楽兄さんは8年で真打ちになられてるんですけど、はい、その上に楽一兄さんって、まあ、はい、6代目楽師匠のお弟子さんがいて、はい、その楽一兄さんは真打ち後になってるんですけど、はい、交番は多分入れ替わって入門順になってると思います。あ、そうなんですね、はい。それって知られてます？一般に。一般にはあまりその、ね、はい、あの改まったニュースとしては出てないと思います。そっか、僕ね、はい、あの読売ホールの観客席にいた時にね、もう随分前ですけど、はい、あるあのこれちゃんとした方なんですけど、はい、あの名前言うは別に言っても言わなくても同じなんですけど、まあ、ちゃんとした普通の、はい、あの、はい、落語を評論家というよりは落語作家の方で、あ、そうですか、はい、でとても僕も尊敬してる方なんですけど、はい、その方からあのその方を一応紹介されたんですよ、はい、あの面識があの
こちらあの広瀬さんです、こちらこうですって、はい、間に入った方がいて、はい、客席でね、あ引き合わせてくれた人がいたってことですね、はい、でその時にあのつってもう聞かれたんですよ、はい、どうして立川流は真打ちになると交番が元に戻るの、はい、って聞かれて、あなるほど、僕に聞かれてもって言ったんですけど、顧問と間違えられちゃった僕何でもないのにね本当に、いやいやでもやっぱり広瀬さんに聞けば立川流のことは何でも分かるぐらいの感じだったんでしょうね多分。いやなんかね、で、うん、あそっか、うん、いやそうかっていうのはね、うん、僕は一度柳家喜多八さん亡くなったね、はい、僕喜多八師匠が大好きで、はい、でぜひ北沢タウンホールっていうところでやってた、はいはい、この落語家を聞けっていう会に出てくださいとお願いしに行って、はい、楽屋で、お願いしたら、でも俺男子さん嫌いだよってなってああなるほどね、いつも喜多八師匠ね講座でおっしゃってましたから、これはもう皆さん知ってることは、はい、北さんファンなら知ってることでも、つまり僕は男子好きっていうことをみんな認識しているのかと思って、だから北橋師匠の言い方も多分顧問クラスの言い方ですよね、もう立川流の顧問ですよ、俺立川流嫌いだよってことですよね多分ね、なんかね、まあ洒落なんでしょうけど、うん、要するにね立川流の関係者近く、はい、昔ねこの落語家を聞けってね出した時にね、うんうん、まだ来ないですね、はい、まだ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 大丈夫出した時に某出版社で出そうという、有名な出版社から出そうとしたんですけど、はい、その時に偉い人が、はい、こんなに立川流とか男子とかのこと書いてる本は売れないよってもっと男子のこと削らないとって言われて、うん、嫌になってそこから出さなかったことがあるんですけど、でもね当時それで松岡慎太郎さんってね息子さんが、はい、本を出した後に、いや本当に立川流のことをああいうふうによく書いてくださってありがとうございましたっておっしゃられたことがあって、はい、いやいやとんでもない、僕も大好きなんでっていう話したんですけど、はいはい、時が去ってね、はい、昨今、はい、僕のことをね、はい、よく知らない人が、はい、広瀬和夫は問題だと、ほう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 、落語協会べったりで、はい、立川流も円楽とも芸協もろくに見てないっていう、立川流円楽となんて知らないみたいな、え？あなた私のスケジュール帳見てごらんなさいと、確かにあなたは一之輔のことを好きすぎるとあるお囃子の方から言われたことありますけど、でもね立川流と円楽、まあ、円楽一門はね最近あんまり両国の方に行くこともなく、満吉さんの人形町に行ったり、健康さんのね国立行ったりとかね、まあ、健康満吉健康満吉ですけど、でも円楽一門はそうやって見てるし、もちろん立川こしらを見てるし、まあ、ダンシュンさんが読売ホールであれば行くし、志の輔さんのパルコも行くし、当然ね、いや昔ほど確かに立川流をいっぱい見てない、それは落語協会と円楽一門にもっと見る人が出てきたからで、だから本当にこの落語家を聞けっていうのを書いた時にはそんなねまだ健康さんも真打ちは全然ないので、それは一之輔さんも真打ちじゃなかったし、まだ一之輔さんのことも最初の本では書いてないんですよね。だけど時は移って僕はいろいろ聞くようになったのにもかかわらず、うん、彼は広瀬和夫は落語協会べったりだと、うん、でも数の問題ですからね、それはね、うん、一之輔白秋とか、うん、まあ、市場、僕もともと市場さんとか北八さんとか文蔵さん、当時の文左衛門さんとか好きで寄席に通ってたんですよね、うん、で歌武蔵さんとかね、やっぱり それは落語協会になりますわ、当然ね、はい、そういう中で一之輔さんとか白秋さんとかシャンザさんとか出てきたわけだし、なんだけどなんかそんな風に言われるのってちょっと心外だなと思ったのと同時に、このポッドキャストだって立川流と円楽一門が主流派なわけですよ、ね、一人は来ないやつですからね、一人は来ないけどね、で今日も落語協会のやつが来てる、ね、そこに戻ってくるんだやっぱり、そうなんですよ、うん、だけどねやっぱりあれですよね、
やっぱなんて言うんだろうな、その指摘を受けるっていうのはやっぱ広瀬さんとしては心外でしょうね。心外です。ハードロックの考え方としてはやっぱりで、よらば体重って言われたらやっぱ腹が立つわけですから、いやそれはやっぱね腹立ちますよね。やっぱ、ね、うん、こちらくさんにも言われたことあるんだけど、はい、どうして芸協をもっと書かないんだと。でもね、うん、それ僕はね、例えばこちらくさんとか宮地さんとか、うん、あのちゃんと書いてる小井八さんとかね、うんうん、まあ、李承師匠とかね、はい、ちゃんと書いてるじゃないかと、はい、翔太さんなんかも特によく書いてるし、はい、なんだけど、うん、でね、うん、もう別の人なんだか同じ人なんか忘れましたけど、はい、こいつは毎日落語を見てるとか言って、毎日寄席に来てるとか言ってるけど、あいつを寄席で見たこと一回もないって言うんですよ、うん、そうですか。で、うん、そこから類推するに、あ、この人は芸協が好きな人なんだなと。あ、芸術協会のいわゆる寄席にはあんまり広瀬さん行ってないってことですかね。要するにだから僕もともと寄席の定席よりも、うん、そうですよね、そういう論調はそうですもんね。独演会とか、うん、その二人会とか、はい、そういうところに行くのがもともとなんで、もともと学生の頃から、うん、そういうホール落語であるとか独演会であるとか、うん、二人会であるとかを狙っていってたんで、ただ落語協会がものすごく充実していたのに出くわして、うん、あ、これは要請すごいなと思うようになって、昔と違うなって思って、昔はねやっぱり、ね、その新潮師匠とか小三治師匠が出ない時ってフラッと行くと、うん、親っていうことが多かったんで、で、まあね、そので芸協のお芝居にも僕はだから結構行ってるんだけど、うん、だそれはだから例えば、うん、こちらくが鳥だとか、うん、小井八が鳥だとか、うん、でそういう時に行って後ろの方にこっそりいても、うん、あいつあんなに目立つ格好なのに見たことねえぞって言うけど、うん、後ろにいたら分かんないだろうし、うん、そんなそのあなたに合わせていけませんよと、うん、まあね、都内でどんだけやってるんだ、うん、落語、ね、うんうん、でやっぱり、うん、あとね、地の利というのがあってですね、はい、この編集部から、はい、タクシーですぐ行けるのが鈴本演芸場なんですよ。あ、近いのはそうかもしれない。鈴本演芸場に行くのがものすごく多いんですよ僕、うん、本当それは寄席でも、例えばし池袋もね、うん、新宿も、ここぞという時は行きますけど、うん、まあ、池袋も割と行きやすかったから結構行ってたんですけど、正直コロナで あんまり電車に乗りたくなくなったんですよ、混んでる時間帯に。鈴本はタクシーでピュッと安く行ける、だから鈴本ばっかりになってる点は否めない。あ、なるほど。そうすると鈴本演芸場には落語芸術協会は出ない。あ、なるほど。で、うん、立川流も円楽一門も出ないじゃないですか。はい、出ないですね。だから鈴本ばっかり行ってると、うん、落語協会べったり。ああ、なるほどね。ということか。つまりこれはなんかツイッターとかの、その、まあ、ソーシャルメディアの、はい、その名前を明らかにしてない人から指摘があって、そうですね、その人がどういう人物なのかということを広瀬さんが類推すると。その芸術協会の寄席に行ってる方なんじゃないかという結論に至ってると。あいつ寄席に寄席で見たことないぞ、うん、そういうこと書いてる人がいるってことですか。そうそう、いた。ああ、なるほどね。で寄席で見たことないぞっていうからには、まあ一月のうち30日ぐらいは多分寄席に行ってる人なんですよね、はい、じゃないとそんなこと言わせないぞっていう感じですけど、ね、見たことねえぞと。うん、なるほど。でも落語協会の確かに一之輔さんのファンとかは、いつもいますねって言われるし。なるほどね。 あと健康ファンにも、はい、健康さんのファンにもよく、本当健康さんの会でよくお見かけしますよと言われますけどね。やっぱじゃあそれはある種のナチュラルな偏りになっている可能性はありますよね。そうですね、うん、それはそうかもしれないですね、だからね、うん、まあ、しょうがないなと、だけど、うん、ね、はい、それで見たことないぞって、うん、お前がこっち来いってだけど昨日だからほら亡くなりました、99歳亡くなりました瀬戸内寂聴さんのほら、はいはいはい、特集やってましたけど、はい、やっぱ瀬戸内寂聴さんがね、はい、秘書の、まあ、若い女の方に残した言葉っていうか、はい、の名言がありまして、はい、だから人から悪口を言われるということはそれだけ、はい、あなたが恵まれてる立場にいるんだよね。なるほど。そうだからあなたがねこう幸せなんだと、
だから、あの幸運の中にいるからこそ他の人は悪口を言いたくなるんだから、幸せなんだということを、あの自分で分かった方がいいっていうことをそう言ってましたですけど。なるほどね。じゃあそうなんだ。そうだ、広瀬さんよくその結構ツイッターで言われる小さい、この小さい悪口とかに花瓶に貼っちゃうじゃないですか。幸せなんですよ。だからそこしますよ。広瀬さんは、ね、あのエゴサーチするんです。すごくエゴサーチするんですか。エゴサーチってのは自分の名前を打ち込むやつでしょ。はい、打ち込んでサーチ、うん、検索する。よく怖くないですね。いや、想像以上に有名人ですからね、本当に。いや、そんなことはないと思いますけど、うん、ただね、だから時々面白いこと書かれてるから、広瀬和夫さんがいましたとか、でも、まあ、見たんだとか、ね、うん、いや、それだってもういりゃすぐ分かりますから、なんかあの新宿でね、うん、あのだから、弁財天泉さんの広め寄せで、はい、で一応、新宿の時に、はい、あの泉さんが、カバンの中、はい、ね、話、はい、女のカバンだ、うん、女のカバンっていう話をやって、はい、そこで炎上師匠 の, あの本が、あ、じゃあ広瀬和夫の本が、はい、炎上師匠のご乱視に変わってるみたいなのあって、で何これっつって、広瀬和夫の本とかって言った時に、はい、お客さんがみんなわっとこっち見たってこっち見た。いやだからね、俺言ったと思うんですけど、はい、読売ホールってでかいじゃないですか、はい、1100人ですよ、1100人のホール、でだからあの客席からの、あの客席からじゃなくて高座からの客席の様子を皆さんどうご想像になってるか分かんないですけど、はい、読売ホール来られたことある方は、はい、もう分かんないぐらいですよ、はい、もういっぱいすぎて、はい、だけど広瀬さんは高座に上がった瞬間に匂いで分かるんですよ。あ、いるなっつうのが、ね、あの臭そうに聞こえるから、あの、うん、あ、そう、広瀬さんとマルコアニさんは匂いで分かるんですよ。やめてよ、一緒にするの。香水、ね、あ、マルコいるなっていうのもすぐ分かりますから。あれは臭いから楽屋に入った瞬間に言いますから、分かりますからね。確かにね、うん、広瀬さんはもう本当に高座にあの1100人のホールですよ、はあ、あの距離でも匂いで、いや、それ一番前にいたからでしょ。広瀬いるなっていうの分かる。あ、顔を上げる前に分かりますからね、もう お辞儀してお辞儀してる時にもう分かるんだから、顔を上げて、あ、どこにいるんだろう、あとはどこにいるんだろうだけだからやめてよ。いやいや、もうでもそれぐらいですからね。もちろん見た目ももちろんね、もう派手だからそれ分かりますけど、なんかね、だから、はい、あの三遊亭白鳥さんはね、はい、あの僕が出てくる落語をやってるんですよ。ガラスの、そう、落語の仮面、ね、仮面だ。第2話、はい、嵐の初天神っていう感じで、はい、あの審査委員長広瀬和夫さんが出てくるんですけど、はい、で広瀬和夫ですって、そこであの笑いがどっと受けない、出ないと、はい、自分が滑ってすドキドキするんだ、ね、その話に入った瞬間ちゃんとみんな笑ってほしい。おい、いるぜ、俺いるぜっていう。で泉さんもねやるんですよ、それ、ね、でもうそういう時ね、泉さんの回とかだといいんだけど、あの白鳥さんって結構でかいところでやったりして、で、あとね、なんか枕とかでもね、なんか僕の話をしたことがあって、ただ白鳥さんって客席見えてないから、で僕も割と目が悪いからね、そう、後ろの方にいたり、だからね、あ、広瀬さんいたんですかって言われることが常だったんですよ。白鳥さんとか、はい、市場さんとか白紙さんとか。ああ、そうですか。白紙さん目悪いんですか。うん、なんかあの見えてないでしょ、講座から。あんまり普段眼鏡かけてるじゃないですか。ああ、そうだっけ。ああ、全然記憶ないな。そうですか。あ、最近どうなんだろう。そういえばあんまりオフで会わないから、コロナ以降。ああ、そうですね。実は今日会うんですけどね。ああ、そうですか。今日16日もうはっきり言って、はい、16日、はい、あの渋谷のプレジャーっていうところで落語会があって、はい、ああ、そこで渋谷道玄坂寄せというのは、うん、まあ僕広瀬和夫プロデュースと銘打ったやつで、うん、ああ、そうですか。なのでお会いするんですけどね、うんうん、じゃあ久しぶりにメガネかどうかね、レーシックとかやってる可能性もね。いや、わかんないです。僕メガネの印象はないんですよね。あの、トゲさん白州師匠はですね、うん、市場師匠もメガネの印象はないですね。あれ、市場師匠本当見えない。ああ、そうですか。客席見えないんでって。ああ、そう、言ってましたね、そういえば。
あれそういえばでもあんまり普段メガネかけたりしてませんよねっていうふうには一緒ではないですね僕は。一番師匠メガネ見たことないな、はい、そういえば。うん、なるほど、はい、だからやっぱそれは小劇場で一緒だったんですよね一番師匠ね。前週の話の中に出てきた小劇場の、はい、4K か晩秋 4K っていう回ではご一緒させていただきましたけど、でも確かにメガネかけても見たことないですね。そ, そうそう、まあ、ただ楽屋で僕やっぱ落語協会の会長でいらっしゃいますから、うん、僕は一緒に楽屋にさせていただくっていうことはあんまないので、だからやっぱよくまじまじとっていうことは、うん、僕はないので分かんないですけど、うん、でもねなんか言われたんですよ、私目が悪いんで客席よく見えないんですよ。ああそうかもしれないって言ったことがあったんですよ。で役者も目が悪いんで客席見えてないんで、うーん、よく客席をよく見てる人は眼鏡をかけて見て外す人、はいはい、俺だよそれあんまり他に見たことないですけどね。そうですね、はい、眼鏡炎上症、炎上症も古典やるときに古典落語やるときには眼鏡取られるってねおっしゃってましたね。ね、うん、対立してる一門なのにね。対立したら一は同門だわ対立してる同門、対立してるおかしいな、言い方がおかしいな、仲の悪い同門。いや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 、もういい、でも僕は炎上症は本当に僕すごいよくしてくださるんですよ。あ、よくしたらこうおかしなんですね。僕は会うお会いする機会が少ないですけど、ね、会うたんびにすごい優しい言葉をかけてくれるんですよ。円楽一門だって気がついてないっていうから、いやいや久しぶりだねとか、はい、全然だから僕は遠慮して怖いっていう感じのことを、ね、そのお弟子さんに対してそういう態度でいらっしゃる時は見たことあるんですけど、バカ野郎って、はい、すごいもうすごい怒られてる天丼兄さん見たことありますけど、天丼さんは怒られて叱るべきことやったんですか。いやいや、まあ、天丼兄さん面白いんですか。でもそんな関係性が出来上がってるからね、師弟の関係性が面白かったですけど、あ、はい、でも往々にして、はい、他の一門には優しかったりするんじゃないですか。どうなんですかね、そういう人多いんじゃないですか。僕はどんな特別そのやっぱり炎上師匠は出身地が愛知県でってことと、そっか、あとメガネかけて、まあ、なんてあと僕まあその出っ歯であるとか、それが僕後輩の立場で何か言っていいことではないんですけど、ただシンパシーをすごく僕自身が持っててですね。その今また炎上師匠が通信簿書いたら、うん、そこで褒められますね、うん、きっとね。でもウィキペディアに何て書いてあるか分かんないから、ほらあれウィキペディアの情報が結構多かったらしいですから炎上師匠ご自身がおっしゃってましたけど、もうなんかだって、はい、という話をやってるらしいって。そうそうそう、しかもそれをあからさまにね、こう聞いたことないがって書いてある。聞いたことないが聞いたことないがって、うん、でも炎上師匠はその僕はとある、まあ、大先輩の師匠、まあ、ものすごい、それこそですね、うちで言うとうちの師匠よりもキャリアが上で、うちの師匠で言うともの76すごい上ですね。ですけどそれよりもさらにキャリアが上の方から言われたことあるんですけど、僕入門した時にヌーに似てんな、入門した時のヌーに似てるからいじめたくなるって言われてちょっと怖くなっちゃった。なるほどヌーちゃんでもなくヌーなんです、ね、そうヌーに似てるって言ってましたね。ヌーなんか炎上師匠入門された時ヌー師匠という、ね、名前でいらっしゃいましたからね。ヌーちゃんとかって言うんじゃなくてヌーなんですね。そう、もう本当なんかどこの動物園にいるんだ。あ、そうですね、毛だろうと。いやいや、ヌーって言いますか、牛みたいなやつでしょヌーって大移動するやつじゃなかったって。そう、ね、そう、ほら江戸屋小猫先生が、はい、ヌーは本当に実際にねヌーのモノマネしますけどね。そうずっと見てたら行ったんですよって言うんですね。行ったんですよってネタ、うん、小猫先生とかとよく一緒になることあります？小猫先生は私は僕動物好きなんですよ。あ、なるほど。それで小猫先生がその話を、電車で一緒にたまたまどっかの現場から帰るときに、はいはいはい、その当時僕はカジカっていう魚をたまたま飼ってて、はい、で飼うの大変ですって、水がきれいじゃないとできないんで、大変なんですよっつって、
あの話をしてたら、あ、じゃあ動物関係お好きでしたら動物園で落語会 やるので、ええ、でもう、小猫先生は本当動物園とのつながりがすごくあるので、だからそう、僕は例えば、東山動物園とか、ええ、あと東京のとある動物園とかに、で落語会やるときに呼んでもらって、はい、仕事いただいて行かせていただいたりとかしましたね、お会いしたらお話しさせていただくっていう感じですね。本当面白いですよね、うん、いやもう本当に面白いですよ本当に面白いですよ。はい、小道さんが鳥のお芝居かな、もう全部通い詰めたんですけど、はい、僕がね、はい、その時に確か小猫先生ほぼ出てて、はい、で毎日見るんだけど、はい、面白いんですよね。面白いですよ本当に、毎日聞いても本当に飽きない、はい、もう恥ずかしいという気持ちを捨てさえされるね。そう。いやもうね、だ僕あれ思わず練習しちゃうでしょ。ヤギと羊ね。ああってやつね、あれでもね、面白いですよ。本当面白いですね。僕好きですね。確かにね。面白い。面白いですよ。はい。でヌーも。ね、そう。ヌーのものはね、する人なんて。ね、本当に動物を好きなんだなと思いますけどね。すごいですよね。うん、でやっぱりあのお話しさせていただくとやっぱ詳しいですし、実際にだってほら、うん、アフリカとかまで行ってるわけでしょ。そうその時はお父さんと一緒にいらっしゃったってね、おっしゃってましたけど。なるほど。いや面白いな、本当に面白いなって思いますね、袖で聞いてて、ね、うん、なんで小猫先生の話、あ、え、うん、なんでその話、ヌーの話から、ヌーですよ、だからヌーに似てるんですよね。いやヌーに似てるじゃん。ヌーってそのヌーじゃなくてヌーショーのヌーですからね。ヌーショーっていう名前だった頃の炎上師匠の、だ若い頃入門された頃の炎上師匠と、入門した時の僕を重ねてくださったんですね、その先輩が。なんで炎上師匠の話になったんですかね。あれ、それは分かんないですね。なんでだろう、炎上師匠によくしてもらってる。ああ炎上師匠、メガネね。あ、メガネを外すからね。あ、外す。いやいいじゃないですかね。だけどこのなんか話がだだらに流れていく感じはもういいんじゃないですか。いいと思いますよ、うん、だって本当だって止める人いないんだもん。そうなんですよ。だって来ないんだもん。もうすぐ来ますよ。でもまあまだ来ない、まあ、1時間ぐらいかかるって言ったから、だから12時、今11時34分になったんですけど、リアルにね、うん、多分あと30分ぐらいじゃないですか。やだな。そんなに、うん、本当に、はい、来たらジャンピング土下座するかどうか見てみたいですね、うん、いやだからそれは、あ、ちょ、あ、じゃあ一応チェック項目だけここで喋っときましょうよ、はい、一応ね、はい、どあ、じゃあこのポッドキャストをどれぐらい大事にしてるかっていう、はい、チャートというかそのチェック項目を作りましょう。あ、そうですね、はい、うん、もしじゃあ、はい、もう来た時に第一声の予想から、まあ、はい、第一声なんていうか、なんていうんですかね、だからジャンピング土下座が最上級じゃないですか。そうだってあの人そう言ってたから、そう、ね、来る時には俺人生終わったと思ったって言ってましたから、その場合はジャンピング土下座になるわけじゃないですか、もしジャンピング土下座するかしないかですよね、はい、僕はしないと思いますね、まあ、しないでしょうね。しないでしょうね。ジャンピング土下座はしない、はい、じゃあだ何か持ってくる、あ、なんか何かこう手土産をね、手土産をねぶら下げて、そうですね、手土産っても話題でも何でもいいですけど、まあ、そのポッドキャストで喋る話題でも何でもいいですけど、そうですね、それをぶら下げてくる、うん、もしくはぶら下げて来ない、来ないな、はい、多分寝ながら来ると思いますね僕。まあ、はい、そうね、あ、どうも、はい、どっちかというと機嫌悪いんじゃないかと思うんですよね。まあ、確かに、なんか自分が被害者のような、はい、そうなんかなんだよお前ら来てんのかよみたいな、はい、ね、そうなんだよ25日じゃねえのかよみたいな、そう、嘘でしょって、いや僕は間違ってないですよって、ああ言うかもしれないね、はい、そう、お酒を飲みすぎましてと、絶対僕ねお酒のせいにすると思うんですよ。あ、僕はそれはね絶対間違いないと思うんですよ。あ、なんかメールをね返事した時に酔っ払ってたと、はいはい、だからその前の25日というのはなんかもっと昼間に言ってた話で、はいはい、だから酒飲んでてメールを送ったことも忘れてましたみたいなこと言うかもしれないです、ね、ああ多分そうでしょうね、お酒飲んで、そうだ、メール送った時にお酒飲んでて、で
今はお酒飲んでないんですか、二日酔いですっていうパターンじゃないかと思うんですよ。つまり毎日飲んでんじゃねえかよっていうパターンじゃないかなと思うんだよな。大体って本当にあの留守電だったっていうのはね、はい、何なんでしょうねえ、だって留守電にして寝ますか、うん、留守電にしては寝ないですね。寝るときは別にだから、ね、かかって留守電です僕は。だから、ね、音が出ると、ね、眠りが妨げられちゃうんで、はい、音は出ない状態にもちろんなってるんですけど、つまりプルルルってなって留守電ですよね。ならなかったじゃないですか。そう、ならなかった。即座に留守番電話になったんですか。電源も入ってなかったんですよね。だからだその勘繰りすぎるとあれですけど、こしら兄さんのことを考えて、こしら兄さんが来られない日にポッドキャストの収録をするとは何事だっていう思ってる可能性もありますからね。あ、抗議なんだ。はい、あ、そういう可能性もありますよ。じゃボイコットしたわけだ。ボイコットですよ。あ、ボイコットだった。そうで電話かかってきちゃったからしょうがねえなと思って、はい、一応留守電多分聞いたんですよ、はい、留守電聞いて面倒くせえなと思って、はい、バレちゃったよとか思って、はい、でも返事はしない。そうですね、言葉としてはね、広瀬の野郎が電話かけてきやがったと。あんな野郎だいぶ煽りかけてますけどね、私も。あの野郎が、あと、キツツキのやつがさ、いや、ちょっと待って、もう覚えろよ、もう覚えろよ、名前、8年経ってるんだ。え、でもほら、あの野郎が電話かけてきやがったって、あの仲間で、はい、なんか、前座の時とか、2つ目の時とかの名前で呼んだりすることってあります？あ、僕らはな、あんまないですね。一気に師匠ってもう横目屋って言われてるじゃないですか。ああ、なるほどなるほど。あれはでも横目屋だからなのかな。いや、でもあの僕の師匠の世代で、ええ、もうだいぶ、そう古くなっちゃいますけど、ええ、今、まあ、70オーバーの師匠方は、ええ、例えば、崩落師匠の子、崩落師匠がうちの師匠のことを長さんって呼ぶんですけど、うちの師匠延吉ですけど、入門当時の名前が長次だったので長さんって呼びますね。で、あとこれはもう本当にその世代の方たちはみんなそうだと思うんですけど、好楽師匠のことはキューちゃんってみんな呼びますね。キューちゃん、キューちゃんって、これクゾーっていう名前だったんで、はいはい、クゾーの、あのクゾーがあの数字の漢数字の9に、クラネクゾー。ああ、ちょっと今実況中継になりますね。ふん、はい、ちゃん、ふんちゃん、この度は誠に申し訳ございませんでした。いやいや、もう本当にランクの低い謝り方だね君。今ね、はい、話してたんですよ、はい、どんな風に来るかって。そう、どんな風に来るかによってこのポッドキャストをどう思ってるかを類推しようって言ってたんですけど、言ってたんです。最低ランクです。どうすればいいですか、土下座すればいいですか。いや、土下座すればいいんですかって言いましたよ。こんな言い草あります。いや、やっぱりほら広瀬さんがやっぱ言ってた通りだよ。言ってた通り、本当あのね、6回ぐらい前の放送を、はい、あなたもね、はい、この後、はい、ちょっともう一回聞き直してもらいたいんだけど、はい、その後楽園に、はい、笑点ジュニア、笑点のジュニアの収録に遅れた時に、はいはいはい、電車の中で、俺の人生終わったと思ったと、はいはいはい、それで私ジャンピング土下座したんですよっていう回があったと思うんですけど、ありました、はい、覚えてます、はい、いや覚えてますよね、はい、いやもうガンガン半袖になっとるわこの人、はい、すごいな、変態と同じだコートの下、あの今 T シャツって、ね、今遅れたということが分かり、広瀬さんから電話いただいた、申し訳ありませんでした、うんうん、じゃあもうちょっとかなりの時間取ってんで、うん、次は次回、はい、ちょっと次はだ、はい、裁判ね、はい、次回、はい、じゃあ閉めて、あ、はい、一応ですね、来る間のこの電車の中、人生終わったとは思ってませんでした。終わってねえじゃないかよ、なめんなこの野郎、すいませんでした、なめられてる、なめられてます ね完全になめられてますね。じゃあ、はい、ポッドキャストはね、はい、なめてるということで、はい、いや、なめてはないです、なめてないです、あのね、こしらがいないときに収録するとは何事だっていうボイコットなんじゃないか、って今考えてたわけですけど、うん、そういう、だから、やっぱ思想的な背景があるんじゃないか、みじんもなかったですね、ないのかよ、しかもないのかよ。じゃあちょっとその辺は理由を聞こうじゃないか、じゃあ、はい、じゃあ次回裁判です、新日本の話芸ポッドキャスト